はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも協力隊を終えられて、その後 YouTuber になったっていう新之助さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、新之助さんの自己紹介いただいてもよろしいですか。新之助と申します。現在は新之助アフリカ YouTuber っていう YouTube チャンネルを運営しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあそもそもなんで協力隊に行ったかっていうところも含めて、はい、ちょっとお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、 YouTuber って言っても発信している内容って国際協力に親和性の高い内容ですよね。そうですね、うん、はい、っていうところも含めて、なぜ国際協力っていうところに興味を持ったのかっていうところをお聞きしたいんですけど、はい、何が一番最初きっかけだったんですか。国際協力そのものに興味があったかっていうと、そうではなくて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。僕は国際協力がしたいとか、何かボランティアしたいっていう思いでアフリカとか海外に興味を持ったっていうよりも、どっちかっていうとビジネスとか、うん、そっちの方にすごい強い興味があって、現場を見てみたいっていう思いから協力隊に応募したような感じになりますね。なるほど、はい、じゃあ最初は国際協力というよりは海外でっていうところから始まって、そこの中でもビジネスっていうところにフォーカスを当てていたんで、それをやる一つのきっかけとして協力隊があったっていうイメージなんですかね。はい、そうですね。ちなみにじゃあ大学はそういう海外とかに結構行かれてらっしゃったんですか。そうですね、最初海外に初めて行ったのが高校1年の時に、オーストラリアに兄が留学していまして、はい、そこに夏休み一人で遊びに行くみたいな感じで行ったのが最初海外との接点、はい、でも早いですよね、高校1年生ですもんね。そうですね。なるほど、うん、あ、じゃあそこで初海外みたいな。はい、実際どうでした。初めてのお使いみたいな一人でもう何から何まで一人でやるっていうミッションがあったんで、はい、すごく冒険みたいな感じで楽しかったんですけど、はい、楽しいと同時にいろいろトラブルも起こったりとか、うん、もちろん通じないですし、目的地に行きたいけど着かないみたいなこととかがたくさんあって、すごく難しいというか、海外で生活したりとかするのって大変なんだなっていうのがそこで気づいたっていう感じですね、はい、なるほど。なかなかハードル高そうですけど、いやでも本当に貴重な経験になりましたね。でもなるほど、うん、実際そこでいろいろ問題もあったと思うんですけど、はい、一番今でも印象に残ってる問題ってありました、うん、そんななんか大したことではないかもしれないですけど、はい、兄がホームステイだったんで、はいはいはい、ホストファミリーがいたんですよね、はい、お母さんが料理を作ってくれるんですけど、あんまり口に合わなくて正直、はい、でもこれをどう伝えていいかとかも分かんないし、はい、とりあえずイエスイエスみたいなI like you, I like you みたいな感じでずっと言ってたら、大して別に美味しくもない、もうずっと出され続けて、そういう難しさみたいなところはありましたね、はい、まあ、普段日本だったら言えることも、はい、海外だったら英語だし、うん、そもそもどうやって伝えたらいいか分かんないし、うん、そんな気持ちがあったって感じですか、ね、そうですね、はい、そうですね、そうなんですね。でじゃあそこで高1で戻ってきますよね、はい、その後は海外結構行かれるんですか。その後高校2年の時に旅行会社がやってるイギリスの大学のサマースクールのプログラムのツアーみたいなものに、それも2週間ぐらいなんですけど参加しまして、それが高校2年の時で、その時にはもうオーストラリアの経験もあって海外に興味があったので、そういうのに参加したりとか、あとはまあ大学に入ってから海外旅行でアメリカ行ったりとか、トルコ行ったりとか、あとはゼミが結構海外のビジネスみたいなところを学ぶところだったので、はい、そのフィールドスタディみたいなのでベトナムに行ったりとか、ロサンゼルス行ったりとかっていうのはありました。なるほど、うん、実際海外には結構行かれてらっしゃるじゃないですか。そこでよく何を見て海外過ごされてました。やっぱ海外行ったらもちろん学びたいとか、こういうもの見たいってのあるんですけど、楽しいとか雰囲気を感じるみたいなのが一番かなって思います、はい、自由ですよね。確かに。そうですね。じゃあ実際それがあっていろいろ大学も含めて海外行きました、はい、そこから協力隊っていう道にどういうふうにつながっていくのかなっていうところを聞いていきたくて、はい、大学4年生になった時って就職もあるし、はい、大学院もあるし、うん、あとは協力隊みたいなところもあると思うんですけど、はい、なんでそこに行かれたのかなっていうところをお聞きしてもいいですか。大学時代とかはよく海外に行っていて、海外に本当に強い興味があって、はい、むしろ海外にしか興味がないみたいな感じで、うんうん、とりあえず海外で働きたいを軸に一応就職活動したんですね。あ、そうなんですね、はい、一応民間企業で海外支店を持っていて、はい、すぐ海外にも行けるようなマクロみたいな、はい、まさにその通りで、で企業を受けて面接に行って、うん、選ぶ基準もやっぱり早く海外に行けるとか、大きい企業になると結構まあ3年5年とかは日本で研修してみたいなことになると思うんですけど、はい、それでもやっぱり早く行きたいとか、どうしても海外で働きたいっていう気持ちが強かったんで、面接の時とかに行ったりとか、はいはいはい、海外に行きたいですみたいな
ことをまあ伝えたりとか、はい、どういうのに興味があるとか、うん、なんでうちの会社みたいなこと言われるんですけど、うん、その会社自体に特別興味はなくて、はい、僕の頭の中は全部もう海外で働いてる自分の姿みたいなところだけで就職活動していたんで、はい、10社か15社ぐらい、それでも多分少ないと思うんですけど、それで全落ちしまして、1個か2個ぐらい内定もらえるのが普通だと思うんですけど、本当に1個も残らず全落ちして、よっぽどもうチャランポラに見えたんですよね。向こうの面接の方からしたら、はい、ただ海外行きたいだけのチャラチャラ大学生みたいな感じに多分見られてたんだなって、まあ、今思えばですけど思って、そういう感じで、まあ一応ね、就活は一応して受からなかったんで、じゃあどうしようかって考えた時に、だったら企業勤めじゃなくてもう自分で単身で乗り込もうみたいな感じで考えていて、いろいろ探したりとかしている時に、そこでちょっと親とかにもその状況とかを共有してたりとかしたので、親からね実は協力隊勧められたんですよ。あ、そうなんですね。一番最初、はい、親さんが協力隊勧めるってめちゃくちゃ珍しいパターンですけどね。そうですよね。逆になんかこの方から説得して行きたいんですみたいな、 で親は止めるみたいなのが多分通例かなと思うんですけど。そうなんですね、うん、それなんでだったんですか。就活全落ちして行き先に悩んでる自分を多分見かねて、親が必死に多分採用してくれたと思うんですよね。海外行きたいとか、もうそれこそ僕海外行きたいって言ってたんですけど、途上国とかに強い興味があったんで。でもやっぱり最初は協力隊って名前は聞いたことあったけど、ザ国際協力みたいな学校で教えてとか、子供たちと絡んでとか、ボランティア職が当時すごい強いイメージがあって、なんかそこじゃないなっていうのは正直あったので、最初勧められた時はうんみたいな、まあ、リアクションではあったと思うんですけど、はい、自分でもその後ちょっと調べるようになって、そこで見つけたのがフィールド調査団って。ああ、知ってます、知ってます。ご存知ですか。はい、ウガンダにもありました。フィールド調査団ありますよね、はい、ケニア発祥でしたっけ。そうなんですよ、はい、ケニアで発祥の世銀のコツジさんっていう方が始められたプロジェクトなんですけど、はい、協力隊の知見を生かしてちょっとビジネスに発展させていこうみたいなところをその方がやってらっしゃって、はい、そのフィールド調査団っていうのが始まったのが、僕が協力隊について知ったタイミングで、こういうのが始まりましたみたいなのが調べたら出てきたんですよね、うん、それを見た時に、協力隊ってボランティアだけじゃないんだっていう、ただ人助けとか一緒に何か教えたりとかするだけじゃない、はい、それをちゃんとビジネスにする仕組みがあるんだっていうことに気づいて、それだったらちょっと面白そうだなと思って、世銀の小辻さんっていう人にも、まあ、会いたいなみたいなのもあって、はいはいはい、でそこが初めのきっかけで、うん、あ、じゃあ協力隊ちょっと行ってみようかなみたいなのが協力隊に行ったきっかけですね。そうなんですね。実際じゃあ応募された時っていうところも含めてなんですけど、はいはいはい、応募して行きたい国っていうのを3つ選べるじゃないですか。選べますね。それどういう選択したんですか。小辻さんはケニア発祥っていうことだったんで、ケニアにいらっしゃったんですよね、はい、多分ですね。じゃあケニアしか選択肢はないみたいな感じでした。そうですね、もう本当ケニアに行きたいが結構強くて、はいはい、なのでその3つの選択肢もケニア、ケニア、3番目ウガンダでした。本当アフリカに行きたい気持ちが強くて、はいはいはい、ケニアじゃなかったら自体まで考えてたぐらい、ケニアに行きたい気持ちが強くて、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。なるほど、はい、じゃあ実際ケニア、ケニア、ウガンダにして、はい、まあ、でも面接では言われるじゃないですか、はい、この国じゃなかったらどうしますかみたいな、はい、それなんて答えたんですか。いや、それはもちろんされても行きますとは言いますよね。表面上はね、表面上は、とりあえず行っとこうと思って。受かんないとこの選択できないですもんね、はい、ですね。確かに確かに、うん、なんとかでもケニアで受かったんで。あ、それはいいですね。よかったと思って、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、もう一個聞きたいんですけど、海外に行かれた経験って先進国とか、うん、まあ、途上国の中でもアジアが多いイメージ、はい、今持ってたんですね、でアフリカっていうのは大学時代とかって行ったことありました。いや、なかったですね。そうなんですね、はい、でその前提でアフリカに行きたいと思った理由って何だったんですか、はい、やっぱ一番大きいのはまだそんなに行ってる人がいない、はいはいはい、逆張りの精神みたいな、はい、当時2015年とかでした。協力隊に応募したのは2014年ですけど、はいはいはい、行ったのは2015年で。ああ、じゃあもう確かにほぼいないところですよね、うん、そうですね。もう本当調べても全く情報が出てこないような、もちろんねやられてる方はいらっしゃったし、ブログベースぐらいですよね、はい、そうですね、まあ、ブログとかを読んだりとかはしてましたね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではしんのすけさんがどういう経緯で協力隊まで参加したのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では協力隊に何やったのかっていうところと、今何してるのかっていうところも含めてちょっとお伺いしていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。